じゃん、ようやく会えましたね。はじめまして、新古田悦子です。私は今新宿のとあるところにいるんですけれども、実はあのドラゴンナイトを作ったエルフさんの前にいるんです。ほらちょっとピンポン、こんにちは。あ、かわいい。すみません、邪魔します。こちらソリストです。こんにちは。こんにちは。こちらがドラゴンナイトを作りになったアビル俊彦さんと、あ、俊彦さん、間違えた。俊彦さんと、ヒルタマサトさんと、カナオアツシさんです。よろしくお願いします。今日はいろいろと質問をさせていただきますんで。はい。それでは皆さん、それぞれお仕事の内容を聞かせていただけますか。一応絵を担当してるんだけど、まあ今はどっちかというと絵の総括みたいなことをやってます。はい、はい、私は主にゲームの企画を考えたり、あとは雑用ですね。雑用。はい、はい、私は一応基本的にはプログラムと、まあ、ゲームの企画といった形でやってます。あ、はい。皆さんはどういうきっかけで出会ったんですか。それは、目を見つめた。もうカナオとは、今からもう4年ぐらい前だっけ。そうですね。ぐらいに、ある人の紹介で会いまして、で会ったきっかけによってアビルとも知り合うことができたと。あのその時はまだエルフじゃなくて他のソフトハウスで仕事してたんですよ。ドラゴンナイトっていうのはどういうきっかけで考えたんですか。はい、あれは古いね、古いね。昨日のことも忘れちゃうような人間なんで。でもこれは案外古いんだよね、ネタ自体はね。そうそう、 3D って分かりになります。 3D っていうのはね、3D なんですよ。立体、うん、あ、そうそうそう、ごめんなさい、立体。ダンジョンって分かりますか。鼻出ちゃうよ、ごめん。ね、よく何言ったんだ。あ、要するに昔そう同じようなタイプのゲームで面白いゲームがあって、でその後 2,3 年そういうタイプのゲームが出なかったんですよ。でじゃあ自分たちで作っちゃえっていうのがもともとですね。でどうせ作るんであれば同じじゃなくて、やっぱりもっと面白い感じでと。こう企画して原画絵描いて、でそれから動かすっていう、あの難しいんですよね。いや簡単ですよ、あのパソコン機械にしかわからない文字を使う。でも機械を扱ってる人がすごいと簡単みたい。でもだってね、絵描ける人ってすごいと思うもんね。絵は手が描いてくれるもんね。でも脳は動かないから絵は楽なんで。いやでも私絵下手なんですけど、やっぱり絵描く人ってなんか元から持ってるものが、なんだろう、なんだろう、普通の絵は描けないんだけど、美少女は描ける。あ、そうなんだ。そうそうそう、あ、後で描いてください。でもエッチになるからな。エッチな。2階もあるようなので行ってみたいと思います。すっごく賑やかなんですよ、さっきから。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、これがさっきのですか。そうですね、はい。字が難しいですね。これは何ですか、さっきから動いてる。これはプログラムなんですけど、ジャンプで出してみてください。こっちがちょうどゲームが今出てきますから、これがさっき言ってたドラゴンナイト2っていうゲームなんで、こうやって、そういろんなところで。さっき言ってたこの 3D とかダンジョンっていうのがこれ、こういうなんか洞窟の中をまた歩いていくんですね。そうするとまた敵が出てきてやっつけるんですね。こういった感じの
作ってこっちで動かすみたいな、そんな感じで、ね、みんなでやってるわけですね。ここで皆さんすごい明るいですよね。明るいですね。明るくなきゃいけないからね。そうですね。皆さん、なんで、はいはい、紹介をこちらからざーっといいですか。じゃあちょっと自己紹介をする。自己紹介は一言ずつ、はい、プログラマーの村尾です。はい、どうぞ。プログラマーの下山です。はい、デザイナーの野口です。はい、デザイナーですね。ごめんなさい。はい、シナリオ何つんだ。ドッターの菅です。あ、デザイナーの高岡です。これがそうです。これになるんですか。これがこれになるっていうか、これ次の原画なんですけど、これを要するにこういう状態からこういう状態になるんですよ。最初こうやって線をなぞっていって、で色をこうやって塗り込むとこういう状態になるっていう、そういう証拠なんですよ。ドスリ見ましたよ。あ、いいですよ。それはそれはいいんですか。はい、じゃあこちら、はい、どうぞ。たまたま遊びに来たそうです。たまたま遊びに来たそうです。でさっきからの口が頭に付いてるんですけど、はい、ファッションです。いつものスタイルなんですけど、はい、色塗る人のマクマンです。はい、色塗りは難しいですか。簡単です。誰にでもできます。そこで難しいですって。難しいですね、やっぱり。誰にでもできないと思うんですけど、世界一の色塗る師だよね。にしかできないです。こういうのを書いて、結局さっきの、うん、スキャナーっていうのがあって、それに取り込んでもらって、で最終的にはこういう方々がきちんとしてくれると。でそれが作業の時に、一番気を使ってることっていうのは、キャラいっぱい出てくるんで、いろんなキャラを書き分けるっていうことと。あとは横向いた時に違う人になってないようにする。難しいですよね。でも前の顔というものが難しいですよ。一番好きなエルフキャラはたくさんいますけど、一番好きなエルフキャラ、俺が描いてないのは全部好きかな。自分で描いてるのは不安なんです。いや、売れたのが好き。あとやっぱ、ファンレターとかに、書いてくれるキャラっていうかね、やっぱりそういうのは逆にそれとこっちの思い入れがあったキャラがあった時のが嬉しいかな。自分が好きだっていう風に選ぶよりも、人が好きに見てくれるやつが好きなのかな。分かんないな。あんまり愛情はこもって書くんだけど、どれが好きこれが好きっていう差別はいけません。はい、全てに愛を。じゃあこれからはどんな原画描いていきたいですか。どんな原画を描いて、もちろんユーザーが喜ぶ原画。だから可愛いキャラをね描きたいです。今の手は、はい、今の手はちょっと嬉しかったかな。ありがとう。最近はすごくその美少女ソフトハウスっていうのが、増えてきてるんですよ。で内容も昔と違ってだんだんやっぱり良くなってきてますしね。だからそういう意味ではやっぱりこれから今その美少女ソフトハウスがこの増えてる状態で、でもうしばらくするとやっぱり淘汰されると私は思います。で淘汰されて残ったソフトハウスっていうのはやっぱりいいソフトハウスで、ずっとうちもあんまりこううかうかしてられないなと。そうだよね。昔のゲームっていうのはこういう美少女ソフトっていうのはとにかく出したら売れるっていう感覚があったんですよね。でところがやっぱり質みたいなのがもうどこのソフト会社もガンガン良くなって、でそういう状態にあるからどうしても負けられないなっていうのは、うち今年間に4タイトルぐらいしか出してないんですよ。で他のところっていうのは年々、6本か8本ぐらい、そうですよね、出してます。
で内容を濃くしようとすると、うん、やっぱりその、うん、制作期間っていうのがやっぱりね、うん、だんだん長くなってきちゃう。そっちの方がね、うん、こうやる人も心がこもってるっていうか、そうそうそう、うん、そう心はこもってますよ。やっぱりゲームしないとね、うん、そうです、うん、それじゃあ、新作の、北斗2の紹介を、ちょっとさせていただきたいと思います。先生、これいつでしたっけ、4月の4日ですね。だそうですよ、4月の4日向けて。はいごめん、はいはい、じゃないよ。でも4月だったらこれ金ちゃんが一番知ってるんだから。そうですね、内容とかもろもろガンガン宣伝して今結構美少女も含めてね、パソコンのゲームっていうのがやっぱ絵っていうのがすごく綺麗になってるんですよ。で機械の方もすごく良くなってきてるんで、それに合わせて、今度初めてその400ラインというすごく絵を綺麗に描ける、ね、ところを使ってゲームを作ってるんですよ。だから、今まで以上にすごく綺麗な、画面をね、ユーザーの皆さんにお見せできるんじゃないかなというのがまず一つ大きな売りですね。そうです、うん、でこれはどっちかって言ったら Foxy 2っていうタイトル通り2番目のバージョンなのね。本当に今回力入れてるし、うん、さっきも金ちゃんが言ったけど、うん、金ちゃんってかなおさんね、うん、金ちゃん言ってたけど400ラインって言ってすごく鮮明に出る絵に変えてあるんで、そこは本当に本当に売りで、今までそのユーザーさんやってくれる人たちからいろいろそのやっぱり400ラインにしろっていうような要望っていっぱいあったの、うん、でそれをようやく彼の力でできるようになったんで、今回それの第一弾っていう形、うん、昔はコンピューターのあんまり強くなかったんですよ。弱かったですね、はっきり言ってね。でそれが今度コンピューターのも強くなって、ゲームをやる人がすごく楽しめるんじゃないかなと、まあ、コンピューターに挑戦してもらいたいかなといった感じのゲームになりますね、4月の4日です。98番で4月の18でしたっけ、68番が出ますので、はい、はい、期待してていただきたいなと。はい、期待したでしょ。しましたよ。はい、ありがとう。はい、衣装着替えました。ファニーガールの格好してたんですよね。後ろに白い尻尾してたんですけど、見えましたか。エルフの女性のスタッフの方、今日は2名なんですけど、いろいろお話聞きたいと思います。お名前を。ジッコです。カイコです。ゲームのお仕事ですと、いろんなファンの人がいると思うんですけれども、面白かったファンの人っていましたか。そうですね、電話とかいろいろあるんですけど、ちょっと変な電話とかいきなりそうかかってきて子供だったんですけど、セックスって何ですかとか危ないですね。皆さんにご迷惑にならないようにぜひね、電話しないでくださいよ。じゃあ最後に女性のスタッフ代表して、うん、ファンの皆さんに一言。これからもエルフのゲームを楽しんでやってください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。いえ、お構いもしませんで。じゃあ、はい、失礼します。はい、どうも、さよなら。さよなら。いかがでしたか。エルフ美少女コレクション楽しんでいただけましたか。スタッフの方がすごく面白くて、やっぱり面白い人たちが集まっていいソフトができるんだと思います。新しく会社引っ越すみたいですけども、中にあったぬいぐるみとか可愛いものいっぱいまた違う会社に持ってってもらいたいと思います。アットホームな感じでとっても良かったです。じゃあバイバイ。幸せの瞬間